ブラックブレッドは神崎市伝による日本のライトノベル。イラストは鵜飼イイサゴジュが担当。2011年7月より電撃文庫から期間7巻が刊行されている。アニメ版は2014年4月から7月にかけて原作1から4巻に相当するエピソードが全13話で放映された。8巻は2014年内の刊行が作者のツイッターにて 示唆されていたが、作者の体調部長により新刊発売の目途が立たないまま2015年3月を最後にツイッターの更新は途絶えており、2021年現在まで観光には至っていない。2014年7月時点でシリーズ累計発行部数は95万部を記録している。西暦2021年、突如世界中に出現したウイルス性規制生物、 ガストレアとの戦いに敗北した人類は、人口の9割と国土の大半を失い、ガストレアを退ける特殊な磁場を発生させる金属、バラニウムで作られた巨大な壁、モノリスを建築し、モノリスで囲われた都市、エリアの中で、ガストレアから身を守りながら生活をしていた。時と共に、世界情勢は変化し、2三十一年、日本に残された五つのエリアの一つ、 東京エリア、モノリス内に侵入する、ガストレアの排除業務とする、民間警備会社の一つ、幼馴染みである天道キサラが経営する、天道民間警備会社で働く里見レンタロウは、大した仕事もなく極貧の生活を送っていた。ある日、珍しくやってきた仕事により通報を受けと部屋で、警官隊の死体の前に立つ不気味な仮面をつけた、遠尾服の男に出会う。 圧倒的な力でレンタローをねじ伏せた男は、私は世界を滅ぼすものと言い残し、窓から飛び降りて、どこかへ消えた。数日後、東京を治める最高責任者である、聖天使により、数多の民警が召集され、東京を壊滅しようと目論む塩備服の男こと、エビスカ月具の計画を阻止する依頼が言い渡された。エリアを滅ぼす力を秘めた、七世の遺産をめぐり、 レンタロウは相棒かつイニシエーターである、アイハラのベダマと共に、エビスカ月具との姿勢を繰り広げる。そしてそんな戦いの最中、レンタロウは、ガストレアという存在にまつわる謎、陰謀、そして自らの存在意義を負うことになる。最高幹部構成員人類は、物語開始から10年前のガストレア戦争にて、ガストレアウイルスとの戦いに敗れ、 荒廃した国土の一角に追いやられている。人々はモノリスに囲まれたエリアと呼ばれる狭い区域に閉じこもって暮らしており、海外間の空路や航路は確保されているものの民警の護衛が義務付けられているためコストは非常に高い。海政ガストレアによって量が不可能なため海産物は養殖頼み、穀物類は外周区の集団農場で効率的に生産することで、 自給率を保っている。時折モノリスの家具を突破するガストレアに対して警察の死傷率が増大したため軍事力を民営化した組織、民間警備会社がガストレアに対するスペシャリストとして活躍している。ガストレア戦争で東京、大阪、札幌、仙台、博多のエリアに分断された日本は経済も困難を極め政治的機能も疲弊しきっていた。 日本国最後の元首だったザマ首相が中絶禁止法によって失脚し、各エリアはそれぞれの統治形態を持った独立国となる。森の本作画で2012年10月号から2014年8月号まで電撃魔王にて連載された。原作一巻をベースにしている。アブは作画で2014年5月号から2015年3月号まで電撃魔王にて連載された。 キャラクターが二頭身になり、内容もギャグ中心である。電撃文庫マガジン2015年9月号から2016年3月号まで連載された、うかいいさごじゅのカラー漫画、解説役のレンタローがイニシエーターたちのモデル生物を楽しく解説していく。第1回、相原信玉、のべだま、ナツヨ第2回、伏せ緑、片桐ゆずき第3回、三部朝香。 ティナ・スプラウト第4回エビス賞ヒナ、コーロ・カスイ2014年4月から7月まで、東京 MX、ATX 他にて放送された。全13話、ブラック・ブレット、エンタマーティナの天中ラジオのタイトルで、2014年4月1日から7月8日まで、お泉、響きラジオステーションにて配信された。毎週火曜日更新、全15回。パーソナリティは、 日高里奈、黒沢智代。2014年7月6日にニコニコ生放送、インターネットラジオステーション、おトイズミ10周年記念24時間制放送、内にて、ブラックブレッド、エンタマーティナの天中ラジオインオト千十10周年24時間、ニコニコ生放送として、動画配信された。ありがとうございます。